ハウステンボスの家の置物の話。ハウステンボスの家の置物の話、これだいぶ前になりますけども、ハウステンボスね行ったんですけども、でお土産をね買って帰ったんですね。多分家族で行ったと思うんですけども、なんかねお土産買って帰ろうと思って、でもあんま買いたいものなくて、で形に残るものがいいだろうと、食べ物とかもあったんだけど、それ食べちゃったらね終わりだから、なんか置物的にいつまでももっと受けるような大きなものじゃなくて小さいものがいいだろうと思って、もしかしたらハウステンボスじゃないかもしれないですね。うん、ドイツ村とかね、そういう系統かもしれない。まあとにかくそっち方面のヨーロッパのねテーマパーク行ったんですけども、その時買ったのがね、なんか家の置物、手のひらに乗るぐらい5センチ7センチぐらいの家の置物で、陶器でできてるね、陶器、割れ物ですね、陶器。ただ分厚くてちょっと落としたぐらいじゃ割れないような分厚い置物ね。でこれ何なんだろうと思って、陶器でできてるんだと、ま、見た目はいいんですよ、見た目はすごく可愛らしくて、置物としてはいいわけで、そのね、置物がね、家の陶器でできた家のね、要するにオランダとかにあるようなああいう家ですね、日本のね、家屋とは違う洋風のね、城じゃないんだけど個人の家なんだけど、まあ街並みに溶け込むみたいな、そういう家の一個を陶器で作ったわけね。でそれがね狭小住宅に建てるような細長いペンシルハウスっていうか、そういうスタイルの家なんですね。多分3階建てぐらいあるんだけど、敷地面積自体は狭いっていうね。例えばですね、3センチ×3センチの底面に、7センチぐらいの、建物が乗っかってるみたいな、屋根もあるみたいな、そういうね、そういう陶器できた焼き物のね、白ベースだと思いますけど、ものなんですね。で、確か中が空洞になってて軽いと、うん、でもしかしたら上の方がなんか開いたとかね、屋根がパカッと開くとかそういうことだと思うんだけど、これ何なんだろうと思って、ジオラマなのかなと。これいっぱい買って並べると街みたいになる、10個ぐらい並べると街みたいになりますよね。それで楽しいみたいな、ジオラマなのか、陶器でできてるけど、でも陶器でできてるってことは伝統工芸品の可能性が高いですよね。だから伝統工芸のこういうジオラマのね家が、しかも狭小住宅に建つようなペンシルハウスみたいな、それがねいっぱい売ってて、それのうちの1個をね買って帰りました。うん、で1個だけでもまあ見た目はいいんですよね、置物としてちょっと変わってるし、可愛らしいし、で机の上なんか置いといて、はい、置物して、いつの間にかそれもね、どっか行って割れたかなんか、まあ、あんまり割れないと思うんだけど、まあ今はもう持ってないですけども、で置物って何だったんだろうなという謎はねずっと残っていて、最近ね溶けたんですけども、あるね雑誌とか読んでたらね、それと似たような陶器のね置物みたいなのが出てきて、でこれ何なのかなと思って見たらですね、読んだらですね、スパイス入れ、スパイスを入れる陶器の入れ物なんですね。だからスパイスを袋に、袋で買ってきて、で開けたらどっかに入れたいですよね。だから袋のままじゃなんなんで、そこの陶器にできたスパイス入れに入れると、で屋根の蓋をパカッと閉めて、で陶器だからあんまりこう悪くならないとかね、うん、いうのもあるだろうし、とにかく小物入れみたいな、形でキッチンで使うもんなんでしょうね。でたくさんね並べるのは、これはスパイスを何種類もそこに詰めておくと、で使いたい時に使うみたいな、そういうものだったんじゃないだろうかと。で
多分それであったと思います。多分。もしかしたら、違うのかもしれないけど、もう記憶の中のことだしね。うん。多分ね、スパイス類であってるんじゃないかと。もう、この段階でね、決めようと思って。あれはスパイス入れと。陶器できた家の形をした洋風のスパイス入れ。スパイス入れですね。で、それもハウステンボスで買ったと。もう決めちゃおうかなと思っております。